いや、そういうわけじゃ。こないだ監督が撮ったドラマ見たけど、あのアイドル全然出番なかったじゃん。は？お兄ちゃん、分かってる、相手はガキだ、殺しはしない。それは俺たちの父親を探すヒントになるはず。お願い事があるんだけど。なんだ？俺を育てる気はない。毎日45,510通り目。俺はまだ死んでられない。必ず見つけ出して俺の手で殺すまでは。そばで顔見るとブスだな。加工しないとこんなもんか。なんかやりようはありそうだな。俺はルビーにアイドルやらせるつもりはない。少なくとも信頼できない運営のもとでは。腹が立ってしょうがないんだよ。諦めて流されろよ。怖く、キモく。表に出れば出演者たちを悪役に仕立て上げる演出をしたって白状するようなものですから。俺の父親を見つけ出して愛の受けた苦しみを味わわせるための。フルネームは鏑木正也。そうだけど。ルビーをアイドルにはさせない。愛と同じ鉄を踏ませない。絶対に。ろくなことはない。お前の人生は真っ暗闇だ。 DNA 鑑定に回せるものを回収しないとな。今か今かと新ネタを待ち望んでいる。愛の真似なんて誰にもできない。あれは天性のものだ。演出意図、構図、テンポ、全部に意味があるですか。愛とどういう関係だったんですか。愛の願いを叶えるためとか役者への憧れとか、そんな高尚な考えは持っていない。せっかくだからめちゃくちゃやって帰るか。